私の名前は吉川常家。中国地方は我が毛利勢の王国、秀吉軍など一歩も入れるな。わあ！戦国時代に生まれた毛利家の武将だ。この頃の毛利家は織田家の武将羽柴秀吉に攻め込まれ、信長や秀吉を敵に回しては命がいくつあっても足りん。わしは降伏するぞ。鳥取城の城主山名豊国は戦わずして白旗を上げる有様だ。不甲斐ない城主に見切りをつけた重臣たちは、情けない主などいらん、今すぐこの城から出て行け。お前ら後悔するぞ。弱気な山名豊国を追放し、断固戦う姿勢を見せる。その後鳥取城は城主が不在のままというわけにもいかず、父上は鳥取城に行かれるのですか？危ない場所なんですよね。そう悲しい顔をするな。次の城主として私に白羽の矢が立つ。生きて戻れる保証はないが、わしは強さを見込まれて喜んで鳥取城へ行くんじゃ。お前たちも一緒に喜んでくれ。可愛い子供たちを心配させるわけにはいかない。これも武家に生まれた宿命。私は秀吉軍との戦いを全うすべく、もう二度と家族に会うこともないだろう。死を覚悟し、首よけを持参して鳥取城へ入る。上司として命に代えてもここで秀吉を食い止める。して戦況はいかに？はっ、ご説明いたします。それがご恩ある毛利家への何よりのご奉公だ。とはいえ敵の数はおよそ2万、対する我が軍は周辺の農民をかき集めてもせいぜい4000。まともに戦っては勝負にならないな。戦力の差は歴然。この場合取り得る戦法はただ一つ、籠城だ。城内には3ヶ月分の兵糧がある。援軍の到着を信じて何とか持ちこたえるんだ。はっ。しかしこれが地獄の始まりだった。皮肉にも周囲の農民兵をできるだけ多く招集したことが仇となる。兵糧の減り具合が想定以上です。このままでは城が持ちません。では急いで米を買い出せ。ところが秀吉はこの事態を読み、先手を打っていた。手前どもの米は秀吉軍が相場の何倍もの値段で買い取ってくれました。あいにく今お売りできる分はございません。何？やがて兵糧は底をつき、城内の馬や牛はもちろん、俺が見つけた蛇だぞ。対象命令だ、話せ。まあ身分なんか関係ねえ。犬や猫、蛇やカエルまで食い尽くされる。ついには草や木の根にまで人々が群がり始めた。このまま籠城を続けるのが本当に民のためなのだろうか？もちろんです。我々の分の食料はまだあります。それに降伏すれば民は助かるかもしれませんが、我々は首をはねられますぞ。もう毛利家の気概は十分に示した。わしらの命で民が助かるなら降伏すべきではないか？ご覧ください、ここはもともと我らの城。新参者のあなたが勝手なことを言っては重臣一同黙っておりません。お前たちだがすぐに限界が訪れ、俺が死んだら食ってくれ、他の奴に横取りされないようにな。兄ちゃん、そんなの嫌だよ。子は親を殺し、弟は兄を食べ、壮絶な悪夢が繰り広げられる。私は毛利家の威信と民の惨状の板挟みに相苦悩。一体どうすればいいんだ？殿、食べ物、何か食べるもの。それはわしの袖だ。とうとう重臣たちも正気を失い、籠城どころではなくなる。絶望的な飢えと渇きの中、浮かび上がるのは懐かしい家族の姿だ。ああ、みんな元気だったか？会いたかった、会いたかったぞ。もうどこへも行かない、これからはずっと一緒だ。あ、また幻か。夢かうつつか、生きているのか死んでいるのかわからない日々が続く。そして籠城から数ヶ月後、私一人の命と引き換えに城内の者の命は助けてもらいたい。そう秀吉殿に伝えてくだされ。承知しました。ついに私は敵の使者に降伏の意思を伝える。秀吉は私の命を救おうと奔走してくれたが、常家に責任はない。悪いのはそもそも降伏を拒否した重臣どもだ。上司の私がおめおめと生き残るわけにはいかない。もとよりこの命は捨てる覚悟で城に入った。心残りといえば向こうの城に残してきた子供たちだ。父が悲壮な最後を遂げたとあればどれだけ悲しむことか。そこで私は自陣を前にして愛する我が子に手紙を書く。鳥取城では昼も夜も200日こらえたが、食べ物がなくなってしまった。父は最後まで幸せに生きたと伝えるために。
そこでみんなを助けるため、私一人がお役目を果たし、吉川一門の名を挙げることにする。こんな大きな仕事を任されて父は幸せです。この幸せな物語を語り継ぎ、どうか時々父を思い出してほしい。間もなく私は鳥取城を代表して自ら命を絶った。我が子よ、元気に育てよ。妻よ、今までありがとう。寂しい思いをさせてすまない。秀吉、約束だ。城中の民や兵には指一本触れるなよ。私の首が秀吉の元へと送られると、秀吉は男泣きして死を悼み、丁重に弔ってくれた。自分の命を捨てて仲間を守るとは、連れ家、なんと立派な武士よ。願いが叶うなら今度は平和な世に生まれて、我が子の成長を見届けたいものだ。